東京都は今日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づくまん延防止等、重点措置の適用を政府に要請しました。政府は明日対策、本部を開催して適用を正式決定する見通しです。東京もいつ大阪のような状況になってもおかしくないと、そのようなあの厳しい状況にある。 小池知事は、まん延防止措置の対象地域などは国と協議するとした上で、期間については来月のゴールデンウィーク全体をカバーできるぐらいの方がいいと述べました。また、都民に向けて感染が拡大している関西圏などとの往来自粛を呼びかけました。関係者によりますと、飲食店への時短要請は1時間前倒しして、 午後8時までとする方針ですこれに先立ち行われた会議で専門家は感染力の強い変異ウイルスの感染者が都内でも著しく増加しているとしてより厳重な警戒が必要と指摘しました都内では今日新型コロナウイルスの感染者が新たに545人確認され2日連続で500人を上回りました一方政府は明日 新型コロナウイルス感染症対策本部を開催する方向で最終調整しています東京都へのまん延防止措置の適用を正式に決定するとみられ埼玉県や京都府など他の府県への適用も検討する見通しです